ウィリアム・ヴィンセント・キャンベル・ジュニアはアメリカの企業経営者であり、コロンビア大学の理事会の議長及びインチュイットの役員会会長であった。彼はアップルのマーケティング担当副社長兼取締役、クラリス・インチュイット・ゴー・コーポレーションの CEO を歴任した。キャンベルは、とりわけ、グーグルのラリー・ページ、セルゲイ・ブリン、エリック・シュミット、サンダー・ピチャイ、そして、 スティーブ・ジョブズ、ジェフ・ベゾス、ツイッターのジャック・ドーシーとディック・コストロ、フェイスブックのシェディル・サンドバーグに対して経営相談役としてコーチした。地元の学校関係者の息子であるキャンベルはペンシルベニア州ピッツバーグ近郊のホームステッドで生まれ育った。彼はコロンビア大学に通い、 1959年から1961年まで、バフドネリ監督の下でフットボールをプレーした4年生の時、彼はオール・アイビーチームに指名された。彼は1962年に経済学学士号を取得して卒業した。彼はアメリカでも有数のアマチュアラグビークラブの一つである、オールドブルーラグビーフットボールクラブ創設者である。 1964年にはコロンビア大学ティーチャーズカレッジで教育学習士号を取得した。1974年から1979年までコロンビア大学フットボールチームであるコロンビアライオンズのヘッドコーチを務めた。それ以前にはボストンカレッジで6年間アシスタントを務めていた。最初の妻であるロベルタスパニョーラと出会ったのは彼女が コロンビア大学学部寮の学部長補佐だった時で会った。彼は広告代理店の j ウォルター・トンプソンに入社、その後転職し、コダックのヨーロッパ映画事業を担当するようになった。彼は1983年、ジョン・スカリーに雇われ、アップルのマーケティング担当副社長になり、アップルのソフトウェア部門、クラリスの経営を任された。クラリスを独立会社として、 スピンオフさせることをスカリーが拒否したとき、キャンベルと幹部の多くはクラリスを去った。スティーブ・ジョブズがアップルに戻った1997年以来2014年まで、キャンベルはアップルの役員会で社外取締役を務めた。キャンベルはタブレットコンピュータのオペレーティングシステムのパイオニアで、あるゴーコーポレーションの CEO に就任した。1993年にゴーエを AT&T コーポレーションに売却した後、彼は1994年から1998年までインチュイットの CEO を務めた。キャンベルは2016年1月にインチュイットの取締役会会長を退任すると発表した。キャンベルは多くのテクノロジー企業の顧問を務め、2005年にはコロンビア大学の理事会会長に選出された。 キャンベルは2016年4月18日に、がんのため、75歳で亡くなった。妻のアイリーン・ボッチ・キャンベル、2人の子供、そして3人のママ子たちが残された。2016年4月21日、アップルは自社で開催した追悼会のため、決算発表を2016年4月26日まで延期することを発表した。 彼の名誉を称たたえて、ナショナルフットボールファウンデーションは1990年から、ウィリアム・ V ・キャンベル・トロフィーを、学業、運動、及び社会奉仕の成果の、最も優れた組み合わせで、カレッジフットボールプレイヤーに授与している。インチュイットは、多様性とコミュニティ意識を促進しながら、メンターシップと成長に優れた、選ばれた数の従業員に、ビル・キャンベルコーチ、S アワードを送っている。 ありがとうございます。